はい、ご存知かもしれませんが、交通違反というか交通ルールを守らなかった、17歳の少年が、逃げちゃったんで、こう車が撃たれて事故って死んじゃったんですけど、フランスでね、はいはい、それに対する暴動が起きております。はい、ね、いやこれさ、あのぶっちゃけた話さ、こう暴動してる側に1ミリもさ擁護できないんですけど、私前だったらさ、あのアメリカの黒人射殺事件とかだったらまださ、まだ万歩譲れば擁護できたんだけどさ、ここでガチで擁護できないんだけど、無免許、静止無視、逃げて事故った、まあ、これでさ、こうそのまま逃げてる最中に誰か引いたらどうするんだよって、何も擁護できません。ただの犯罪者やないかいね、犯罪者が射殺された、子供だ、子供を射殺すると何事だ、いざみきを何してるんだとか言うんだけど、いやお前ただの犯罪者やないかい。同じことを白人の少年がやったって同じことになるぞこれは。うん、ねね、さすがにね擁護しようがない。ただね、擁護しようがないんだけど、擁護しようがないんだけど、それに対するフランスの議員側の意見もこれまで擁護できないなって思っちゃうね。はい、あ、繰り返しますけど、私は別にあのデモやってる連中を1ミリも擁護しませんよ。はい、パト盗んだパトカーで走り出しちゃってとかしてんだからさもうね、お前ら全員逮捕されろって感じですよ。宣言の設置がなさを知れとね、経済的格差、いやお前らがまともに勉強せず働いてねえからだこらって感じですよ。働き口がない、いやまずは働けよですよね。はい、でとはいえです。はい、ブリュノ・ルタイオーさんっていう、議員、上院議員がいるそうですは、なんて言っちゃったかっていうと、確かに彼らデモしてる人たちねは、公的にはフランス人だ、当たり前だね、ただ残念ながら移民2世3世だ、自分たちの民主的民族的ルーツに回帰してるようだ。じゃあ移民受け入れるなよバカ野郎。いや別にこれね、回帰しているわけでも何でもありません。そう、あのこれがさ、あのフランスの男性と移民の女、移民してきて外国の女性が結婚して子供を作って、子供がフランス国籍を得ました、それがおかん寄りでおかんの方の考えに染まっちゃってとかだったら、まあまあわかるよ、回帰したって言われてもだけどさ、両親揃ってフランスに来てさ、そのままコミュニティ作ってんだよ、何も回帰してないやないかい。単に移民、フランス政府が移民政策をしくじっただけの話ですわ、言うたら。ただそれ以上までも以下でもない。だから繰り返すけど、今回の暴動に関しては暴動を起こしてる側もフランス政府側もどっちも擁護できない擁護するとすれば、公務に準じてちゃんと仕事をした警察官、彼らだけは私は十分に擁護する。ちゃんと検問やって怪しい少年をと捕まえようとして逃げたから撃っただけの話、危ないからね、だけの話、何の法律違反もしてなくて、何にも恥じることがない、でも批判される、非常にかわいそうだと思いますね。だから本当に擁護するとすると、今回は本当に警察の人たちだけが、あ、ご苦労様です、頑張ってくださいとしか言いようがありませんね。でね、こんな民族対立するぐらいだったらもう強制送還しとけばよかったんですよ。はい、でさ、はい、ね、さっきも言ったけど、こう結果外国人と結婚して国籍を得たわけですらなくて、ただの移民に国籍を与えちゃったんだからさ、それはさ自分たちの政府を責めるべきだと思うよ、太陽さんよ、ね、まあ、過去のだけど、で今のフランス政府にしてみると、そんなこと知るかって感じなんですけどね。ただですよ、ただですよ、はい、ね、今更ですけど、こう皆さん知ってるかもしれませんけど、イスラム教とキリスト教って同じ神様ですからね、あれそんな基本的なことを多分皆さん忘れてるんだと思うんですよ。はい、そこをねちょっと思い出せよお前らって思いますよね。あんたらが十字架に向かって祈ってるのと、もうメッカの方向に祈ってるあんたらさ、基本的に最高神同じなんですけどねみたいな、その辺をさちゃんとこう解いてさ、
確かに競技の問題はあるよ、あるよ、あるけどさ、もうちょっとさ、あの大道勝利できないの君たちって思いません？はい。ただね、いや、経済格差があって暴れて土地狂ってるのってさ、ただのヤンキーの子供たちやんな、本当に。日本でもさ、ちょっと失礼、大陸系の方たちが暴れちゃってるのと、まあ言うたら同じ事象やんな。 そこでさ、取り締まるかどうかだけの話でさ、で、それがさ、日本は移民としてじゃなくて、ただ在留者として受け取ってるだけであって、日本国籍は付与してなくて、永住権はせいぜい与えれば関根山。日本国籍得ようと思ったら、住んでる日本人と結婚して、配偶者になって、向こうの国籍放棄するしかない。ね、そこまでやって初めて日本国籍が得られる。その差だと思います。だから、今のフランスの状況を見てると、ね、日本の左翼が、日本の、こう、ね、あの人たちが、こう日本のね、こうすごくね、容認しろ、容認しろと言っている人たちが、難民を切れねばならないとかさ、移民を切れねばならないとか言ってるやつがね、この結果を生むんだぞと。ね、まあ、コミュニティ作らせたあげく、こうなるんだぞと。声を大にしていたい。ね、日本はまだ地続きじゃないから、そんなに移民を受け入れがたい、受け入れづらい国ではありますが、でも、それ以前に、移民になった後、どうやってそのコミュニティを言いましょう。あえて日本ナイズ、あえて祖国ナイズ、国にしていくか、民族浄化とは言いたくないけど、はい。でもそういうことですよ。ちゃんとその国の文化に馴染む気あるのかお前らって言って、馴染むって言った気が、言って、しかも実行できたやつだけが国籍取得できればいいんだって、こんなね、馴染む気もなくて、コミュニティに使ってて、しかも犯罪を犯すの一応は、国外追放でいいんだよ、国外追放で。または、無所の中に突っ込んだきゃいいんですよ。はい。と、私は思います。こんなこと言うと怒られそうだけどね。でも、そうしないと社会回らないじゃん。はい。皆さんは、ね、移民について、はい。どう思います？移民について、マジで考えてみていただけるとありがたいと思います。ありがとうございました。